ゆりチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ゆりです。今日はですね、こう初めてのカバーの動画を上げようと思います。で、一曲目何にしようかなっていろいろ考えたんですけど、あのね、僕が中学の前、小学校の時はもうずっとアメリカのロックばっかり聴いてて、CD ウォークマンでずっと、もうボンジョビとか、まあそういうね、アメリカのちょっと前のすごいスターたちの曲をずっと聴いてたの。で、中学に入ってからさ、みんながこう、iPod とかが流行り出して、いろんな音楽を聴いてたんだけど、そういうのにもう全然興味がなくて。でもある時さ、すごい仲良かった友達が、このアルバムは絶対聴いた方がいいって言って、貸してくれた CD があったの。で、3曲目を聴いたのかな確か。一番最初に。そしたらさ、Wake me up, wake me up, wake me up, wake me up when you come back みたいな。曲が流れて、起こしてっていう曲だったんだけど、もうすげえかっこいいと思って、で、4曲目がね、今日歌おうと思ってる曲なんですけど、めめしいって曲。すごいかっこいいなと思って、その時初めてラッドウィンプスっていうアーティストさんを知ったんだけど、逆か？さん付けは。ラッドウィンプスさんっていうアーティストを知ったんだけど、もうね、そっからもうずっと、本当に中高、結構、もうしょっちゅう聴いてて、今音楽でこうさ生活してて、いつもこう歌詞を聴いて思うのが、あ、なんかこうやってこういう、なんて言うんだろうな、歌詞の世界観、この人のさ、野田洋次郎さんの歌詞って聞いた、なんか歌詞をさ聞いただけでさ、あれこれなんか野田洋次郎さんな気がするとかわかるじゃん。なんか例えば誰かに曲を提供してても、なんか野田さんみたいな、野田さんっぽい歌詞だなとか思うと、あ、本当に野田さんが楽曲提供してる曲だとかさ、やっぱり思うし、なんか自分もそういう風になりたいなと思ったり、なんかすごい勉強になるなと思って今もすごい聴いてる曲ですね。で、なんかすごいいいなと思うのが、中高の時にさ、まぁ、ちょっとカラオケでこう友達にさ、歌ってよってよく言われることがあったわけ。で、例えば彼氏と別れちゃったんだとか、彼女と別れちゃったんだよとか友達に言われて、その友達とカラオケに行ったらさ、この曲歌ってよってよく言われる曲がこの曲だったわけ。めめしっていう曲だったんだけど、なんか自分の曲もそういう風になったらいいなって今はすごい思うかも。ドライフラワーとかかくれんぼとか、別れた時に、別れた時といえばみたいな。なんか子供の頃の自分の記憶だとさ、やっぱ中高時代の記憶をたどると、僕の中のこの別れた時の、別れとか失恋ソングみたいなのはこの曲だったから。でもね、結構前の曲なんだよ。でもすごいいい曲なんだよね。だからこの時代、今の時代では僕の曲になればいいなとか思いながらこうね、音楽をやってるんだけど、でもさ、本当にいい曲なんだよ。好きとかそういう言葉をそんなに使ってないんだけど、気持ちが伝わるじゃないけどさ、なんだろうな、回りくどいって言うとなんか言い方はあれなんだけど、でもこうなんか遠回りな、遠回しの言い方、こうわかる？何かさ、言葉を伝える、ここの A を伝えたいのにこうズバッといくんじゃなくてさ、いろいろこう経て言葉を伝えてるじゃないけど、そういう世界っていいなって、そういう世界、歌詞の世界観っていいなと思って、でね、今日初めての弾き語りでどの曲をいろいろ歌おうかなって考えた時にね、この曲歌いたいなって思ったんですよね。それで、うん、なんか僕の中高時代のこの曲何回歌ったかな、なんか友達が別れるために歌ってた気がするよ。歌ってって言われてさ、嫌だっていうこともなかったから、分かった歌うよって言ってよく歌ってたんだけど、まあ、すごい懐かしい気持ちにもなるし、で今聴いても全然古くないじゃん。この曲ってなんかすごい素敵な曲だから、なんかいいなと思うよね。だから今日ね、この曲を全力で気持ちを込めて歌おうと思います。僕を光らせて君を曇らせた、この恋に僕らの夢を乗せるのは重に過ぎたかな。
君の嫌いになり方を僕は忘れたよ。どこを探しても見当たらないんだよ。あの日どうせならさよならと一緒に教えてよ。破り方を他の誰かの愛し方をだけど本当は知りたくないんだ。約束したよね、100歳までよろしくね。101年目がこんなに早く来るとは思わなかったよ。こんなこと言って本当にごめんね。頭で分かっても心がごねるのだけど、そんな僕作ってくれのは救ってくれたのは、きっとパパでも多分ママでも神様でもないと思うんだよ。心はつまりほらね、君だった。今他の人と結ばれたとして、二人の間に命が宿ったとして、その中にもきっと君の遺伝子もそっと紛れ込んでいるだろう。でも君がいないならきっとつまらないから、暇つぶしがてら2085年まで待ってるよ。今まで本当にありがとう。今まで本当にごめんね。今度は僕が待つ番だよ。君が生きていようとなかろうと、だって初めて笑って言えた約束なんだもん。ならと一緒に僕からの言葉をありがとうと一緒にごめんねよ。いつしか僕は僕を大切に思えたよ。この恋に僕が名前を付けるならそれはありがとう。ありがとう。皆さんありがとうございました。今回久々にねこう一発撮りでね、まあなんかふざけたのをさ YouTube の企画でやってたけど、こう弾き語りで他のアーティストさんの曲をカバーするっていう機会なんてもうずっとなかったから、すごいね僕自身も楽しむことができました。でこれからもね、なんかよかったら皆さんが歌ってほしい曲をコメント欄とかに書いてもらえると、うん、これからもねこう皆さんに歌をカバーでね歌って届けたいなと思うので、
アレンジもちょこちょこ入れながら、でもね、この好きな曲をこう皆さんに届けるのがとても楽しいので、よかったら本当にバシバシ書き込んでいってもらえるととても嬉しいです。これからもね、歌を楽しく歌って、ゆうりとしてのね、このアーティストの活動も頑張って曲を作ったりいろいろして、皆さんにいろいろね、音楽をこう広めていって、僕の音楽も広めていって、こう YouTube では自分の好きな曲とか、みんなの歌ってほしい曲もしもあったらね、そういうのを歌って楽しんでもらえたらなと思ってます。それでは皆さん、また。チャンネル登録お願いします。